それ分かってるのにギリギリにのになんでく大体最近はお仕事終わりとかが多かったからっていうのが一番の理由なんですけど基本的に私は時間に余裕を持って行動できないタイプの人間なんですねなのであの時間に余裕を持って行動できる人になりたいですそれが中坂です <laughs> よくぞご存知で。 晴れそうででかったねですねすマジで楽しみ玲奈 <laughs> さん卒婚の時物販すごすぎて諦めた記憶が玲奈さんの物販覚えてるよ玲奈さんの卒婚で一番記憶に残ってるグッズマキコさんの冷却パンチのグッズなんだよねそう <laughs> 仕事が終わらない頑張ってねめっちゃ応援してる 東側でイイイベベベンンント、ト、ト西側でででピッチでイベントでも東側から西側までもそんな遠くない私はいつもあのこんなにたくさん行ってるのにどこに入り口があるか全然わかんないのでいつも東側と西側をぐるぐる回ってます <laughs> でもあのなんかね橋の方あるじゃないですか <laughs> 橋の方はね全然通れるんですけど橋の真反対の方の道でたまにねたまにっていうか グッズを身につけてるグランパスのグッズを身につけてるとアウェイの入り口の前は通れない時があるんですよだからあの通りたい場合はあのグッズを何もつけてない状態だったら多分通してもらえるんですけど,ど通れないこともあるので気をつけてくださいそうフフフフ めっちゃ雨降ってきたマジピクシーさんの人形あんのすご今日初めてリメイク料理リメイク料理って何ですかそれまだ持ってるさすがみんなさすがさすがヨスタまではバスがありますが意外と歩けるので歩きましょう <laughs> どっちがホーム側赤いホーム北側かな多分北側がホームだと思いますあんま分かんないんでですバックスタンドから見て右側がホームですはい名古屋からは歩かない方がいいかな 名古屋から歩くのは相当無理だって普通に名古屋から地下鉄であっちまで行かなきゃいけないんですよ赤池とかの方まで行かなきゃいけないんだよ結構無理 <laughs> そうどっちもほぼ赤いやん違うんですよえチケット取るときにさこう下の方にさこう トヨタスタジアムのこう座る席のこう、あれがあるじゃん。あれの赤い方です <laughs>。中坂さん東西なんぼわかる。わかるよ。さすがにわかる。明日の試合の見どころ、ちょっとまだね。誰がね。出場するかわかんないから難しいですけど、明日こそは勝つ <laughs>。私が言えるのはただそれだけです。 プレークイズねそう青春カレーライスはマリンさんを信じてあっちに行ったけど全員で外れました <laughs> でもうん言われてみればって感じ確かに12月のカンガルーのイメージあるわ言われてみればって感じですイケメンユンカーさん出ますかユンカー選手は絶対に出ます大丈夫多分怪我とかしてない限り出ると思います 昨日のみもの一回ありがとうこちらこそありがとうそう北海道の海鮮ゲットしたえどういうこと <laughs> 長坂に会いの羨ましいだってまた会おうや。 珍しくないそういうこと言うのイェーイ20万ポイントいったのマジ明日は勝って夜ご飯の話ですか明日は勝ちます地下鉄にいますねユンカ選手地下鉄に名古屋市へ地下鉄に乗るとグランパスの選手のねポスターがいっぱい貼ってあるんですけど でっかく貼られてるポスター3人がガールズフェスタの時にいつも行われる推しメンコンテストでトップ3を取ってる選手たまたまですけどたまたまなのかわかんないですけどたまたまその選手たちが大きいポスターになってますね20万もいったんですかええー、ありがとうございますすごいびっくりなんだけどありがとうございますユニー坂もおめしてねもめしますありがとうもめします楽しみにしてて、ね みんな明日楽しみましょうね昨日も空気がすごかったなって思いましたそう玉田さんも言ってるんですけど OB の方ですね。 いっぱいいます私は <laughs> 私は藤井春也選手だけマジで一回も聞いたことがないんですけど泉選手と稲垣選手と森下選手もアナウンスしてます9期って最大派閥 <laughs> いやまだ隠れてるだけです隠れてますねまだまだそんな出てない最大派閥だなんそんなそんな 負けます <laughs> どこのキリかには負けますさすがにねそうああいうイベントの吸気性強すぎるきみちゃんがおとといの公演でトークショーしたいって言ってたじゃないですか TMS でトークショーするとああなるんですよ <laughs> 昨日みたいになるんですよで、ま、ほとんど上手側が喋ってたみたいなね <laughs> 恐ろしいですよ しかも固まってるんですよあそこ名前順がいい感じにねそうすごいなって思いましたコンサートの翌日から周年トークだ周年ウィークだねあもう発表されてるんだええー、そう 私はほぼ喋ってないですけどなんかそう「窮キ,キは面白いよね」って言われたんですけど昨日もう全然私は面白くない方の窮キ,キなんでって <laughs> 君が内縁にもう喋んないよって言ってためっちゃ笑ったあれがねなんかねいいバランスですよねそう記念声投げました早いですねありがとうございます とりあえず2日投げたあと4日も投げたけど <laughs> どっちも当たりましょう当てましょうピンピン,ピン青海さんとゆ衣さん67奇跡やったね知ってたんかっていう感じの流れでしたよね完璧すぎてそう中ちゃん保護者だからやっぱり2日あやい,あいだったねっ全然知らなかった2日があやい,あいだっって知らなかった <laughs> びっくりなんだなけど ながちゃんはトーク会では面白い <laughs> 本当にありがとうそうながちゃんの辛口ゲーム見たかったんだって辛口じゃないから私 <laughs> そう25もいすごいんですかね皆さんぜひぜひまた月曜日また月曜日だ <laughs> そうなんかいいなって思いましたねこれでまたみかんの 未完全のスタッフさんに「あのキウキおもろいやん」っていうね「9期おもろいやん」っていうねあの <laughs> あのー、記憶に残っていればすごい嬉しいなって思います <laughs> そう25日誕生日は契約しましょうね <laughs> ショールームで鍛えられてる大喜利を披露する機会だったのあれはさもう結局何大喜利をしたのが正解だったのか辛口をするのが正解だったのか難しいですね の公園は辛そう、ね、まあ S あるあるとかね中坂あるあるみたいな中坂あゆかぴょんゆずぽあるあるみたいな感じですから <laughs> そんな感じ <laughs> 治安悪い治安悪くないですよ平和です窮岐はみんな平和主義なんで そうはいんはいうんはい急遽平和主義ですじゃんいいよ え平和主義義の定義と基本的にもめない <laughs> 違うんですよキュッキュめっちゃ仲良しだから <laughs> あの勝手に怖いって思われてるだけでなんかキ技的にはあれが普通だしはい <laughs> 旦那さんとカレーを前に中ちゃんならて言いました 中ちゃんが言ってる様子が DMM に載ってるのでよかったら見てください <laughs> はい見た目はがら悪い悪くないですよみんなかわいいキュウキは美人もよくて MC 力もあってダンスパフォーマンスも歌のパフォーマンスも優れててセンターもいるんで <laughs> やっぱ時代はキュウキやろ こんばんは。そう。くせ強いっすけど、まあそれも含めて個性だと思います。<laughs> はい。キューキキューキってめっちゃ多彩なんですよ。なまずセンターがいるでしょ。でもう圧倒的ビジュアル担当がいて。 料理がができる人がいて長崎から来てる人がいて虫を食べたり触ったりできる人がいてもうダンスバキバキに踊っちゃうタイプの人がいて <laughs> プロマージャン師目指してる人がいて足長お化けがいて天才がいて面白い大阪人がいて中坂がいて。 カーブ女子がいます。<laughs> はい。なので、多彩です。もうキャラ濃くね。<laughs> <laughs> すごくないですか。 すごいですよ。<laughs> <laughs> 全員ラスボスみたいな気、えそうなんですよ。えでしょ？もう全員マキコさんみたいなね、目指して頑張るんで <laughs>、あの。 ぜひね時代が窮喚やろうって思ってもらえるように頑張りますはいど,どんな分野でも対応家なのでどんな分野でもぜひ <laughs> そうっすそうっす 1> 今一人ずつここがすごいポイント言ってたんですけど触らなかった <laughs> はいちょっとまだ選抜が一人しかいないだけで最強なんで9期よろしくお願いしますポチ ほんとにまあ慣れ親しみやすいってことですよね <laughs> 天才が誰なのか名前順です名前順思い出してもう一回センターがいて圧倒的ビジュアル担当がいて料理できる人がいて長崎県からやってきてる人がいて虫食べたり触ったりできる人がいてダンスバキバキマンがいて プロ麻雀ージャン目指してる人がいて足長お化けがいて天才がいてお面白い大阪人がいて中坂がいてカップ女子がいます一 <laughs> 人足りない嘘だいや全員いる全員いる 自分入ってるよ中坂がいてって言ってるじゃないですか <laughs> 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 ああいや言いましてダンスバキバキマンです <laughs> 長坂 薄,い薄くないですよ皆さんだってあの人は長崎ゴールドマイスター検定持ってるんですからもう,もう長崎が愛知に移住してるみたいなもんですよはい <laughs> なので休憩は。 最強です <laughs> ライオンがいてオオカミがいてお猿さんがいてキリンがいてそんな話も最近しましたね。 窮屈にワクワクを感じていただければなと思います長坂ファミリーの長坂ファミリーなんあずあずはあずあずに「お誕生日おめでとう」って言った瞬間にさこのリハで扇風景落ちてるんだけどこの前リハでねあずあずに会って「あずあずお誕生日おめでとう」って言った瞬間に曲が始まったから <laughs> あんまお祝いできなかった <laughs> そう <laughs> 皆さん これ以上コンサートの話をしないようにしないともう口が滑りそうで怖いわ関係ない話しようっと最近愛を君に愛を僕に怖いいいですよね急きは何世代急きは何世代難しいですね神みたいな <laughs>。 最近の S 公演いいですよね <laughs> あそう「ゆうねちゃん初アンダーだよみんなおめでとうだね」なんかすごく頑張ってるところを何度も見てたので本当にもうリハも夜遅くまでやってたんですけどその夜遅くもやってたし、うん、ずっとレッスン場にいたのですごいなって思いましたこの時期覚えることしかないのにそれに加えて S 公演まで覚えてくれてありがたいですね カレーが買えるか心配ですなんか私的にカレー大盛況だと思うんだよねこれ多分めっちゃ売れると思う <laughs> 今年も必ず乗りに行くの予定が合えばねそれはもちろんそう セットは初日で売り切れそうだって昨日みかんにいた人全員が買えばもう速乾ですよ200セット <laughs> だから皆さんゲットしてくださいそう、ね、プチカフェねやってますよねでもやってる日全部公演なんだよな今回も私は何回なれるかなって。 毎年何回くらい乗るんですか皆さんはトレードが盛んそうだってやめてトレードしないで中坂美ゆちゃんを引いた人は大事に持って帰って食べてください 赤ちゃんをトレードに出何そういえばさあの私結構びっくりしたんですけど観覧車がちょっとだけ値上がりしたらしいので皆さん <laughs> そう1,000円で2回乗れなくなったらしい <laughs> そう そうなんですよ、だからカレーと同じ値段やめて <laughs> そうなんですよなので皆さん乗りましょう5階乗ったけど中坂は大体いつも研究生が出るんですけど。 去年は先輩が多かったな。でも S はマジで出てないんですよ。なぜかわかんない。K2 と E ばっか出る。去年はね、水野さんと、えなちゃんと、誰だったかな。三代丸さんも持ってるな。去年3回か4回しか乗ってないけど。ほにょ。そう。 そうなんですよ今年はね4回以降に乗りたいですよね去年須田さん推しのお友達からもーちゃんのもらったあいいですね違う中坂はいかにあのスカイボートの方に気づかれないように必ずい乗るかっていうのを極めてるんで ね、SK 入った年から毎年乗ってるんですけど一回もバレたことないです今年も絶対にバレませんように観覧車の中で何してるの MV 鑑賞してますあでも店から当てたことないですあのたぬきチャンス一回も当たったことない変装してないですよ でもすっぴんで乗ればバレん <laughs> バレたことはないんですけど去年川島と乗りに行った時に目の前に目の前っていうか観覧車乗り込んでパッてあのそのガチャガチャとかが置いてあるその乗車の方の乗車口の方をパッて見たら顔見知りのファンの人がいて「おお! <laughs>」びっくりした。 でもバレてないと思うバレてたかな <laughs> そう <laughs> そう仲良くなった他のチームの先輩メンバーとかメンバーはいますか水野さんに最近「中ちゃん好き」って言われました嬉しい水野さんともっとお話ししたいです 一日の当たり回数決まってるんだへえでもファンの頃から一回も当たったことないですあれ45分だったありがとう今日お歌歌えなくてごめんねまあまあ当たるんだええ私当たったことないそう水野さんなんですよんでだろうね愛梨さんって呼ぼう 最初歌ったやんあ、確かに今日は魔法のピンクを歌ったのでお休みですパペペ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 ペピンクのパンダうひょひょって変顔するんだようひょひょってやるんです魔法の呪文で幸せ色に何でもピン 忍者ってなんじゃもんじゃ知ってるなんじゃもんじゃみたいな歌ですよね <laughs> 東海で一緒に歌いますか一緒に歌いましょう <laughs> 去年は170回乗った4回しか当たらなかっただって170回乗ってる乗って,ってるとやっぱコンプリートできますかメンバーみ <laughs> お姉さんですでも歌のお姉さんになのかな 私の推しはソロコンサートソロコンサートで歌のお姉さんに乗ってました3年はお父さんとお母さんまでピンクになるそうだよ嫌なことがあってもピンクの魔法をかけちゃえば何でもハッピーみたいな歌ですでも今日は「ボユヨン行進曲聞いてた <laughs>」「どんな大変なことが起きたっていつもななななその下には」 とてもとてもじょなバネがついてるんだぜゆらりらかが君を呼んでいるよゆらりら,ら <laughs> 今こそドん,どんンドンぼやいよんと空へ飛び上がってみよう あの空の向こうまで手が届きそうぼよよよんと高く飛び上がってみようぬぬ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 ぬ歌わかんないよく見てました知らないですかぼよよん行進曲 えー、いい曲だから聴いてください <laughs> 中坂はでも「ボユン行進曲」とこの「ピンクの魔法」しか魔法のピンクしか知らないかもえー、みんな知らないですかえー、知らないんだ ぜひ聞いてみてくださいそうボイヨン更新曲ですボイヨンってやるんですよ知らないのみんな飛ぶのボイヨンと高く飛び上がってみようって ほらあの雲まで手が届きそうぼやややんって知らないのえぇ、ー、<laughs> もうねめっちゃ聞いてたやっぱいいね久しぶりにお母さんと一緒見ようと思いました <laughs> そうジェネレーションですね時代世代そう五十分だよよよ <laughs> 面白い <laughs> 面白いから面白いから終わりますみんなと今日はお母さんと一緒の話で盛り上がれて楽しかったですイエーイ 明日はグランパスの試合です。楽しみます。あの長坂美秀が映ってところは一秒も見れないんですけど、えー、グランパスが勝つことを祈ってぜひあの来れない方はダゾーンで応援しましょう。<laughs> それでは終わります。明日は朝配信です。うんと丸丸時に出るから七時半からにしようかな。七時半からショールームします。 では終わりますわ今日もたくさんのギフトありがとう。 さんライフクロミちゃんさんだるまマルタンさんコバンシルルルンさんアイロブユーピースさんハートチアノコさん銀色ロンだるまシロンの子さんお疲れピピフピさんタラノオープキーさんハートだるまだるまさんハートウキさんハートだるまシルルルンさん可愛い可愛いカニカニさんギーロンだるまシルルルンさん可愛いいだるまさんハートキーさん銀色ロンだるまピピピさんタラノオプンシルルルンさん結婚してシロンのホニホニさんハートシルルルルンさんブラボーブラボーえリボンクマさんハート ええピッピピさんたらの音符ピンクのパンダすごいピンクのパンダだピンクのパンダさんアイスクリームトートイセギさんだるまネギネギさんハートハートリボンクマさんハートネギネギさんハートハートハートひよこさん銀色のだるまリボンクマさんハートピッシュさんハートマルタさんお花ネギネギさんハートハートリボンクマさんハート白のクマさん銀色のハートリボンクマさんハートひよこさんハートネギネギさんハートハートハートひよこさんハートネギネギさんハートふとちゃんペイさんレインボーえーおもしやたらの音符 えごさんにのだるまくろみちゃんさんぎのたこさんえーるんるん,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 んねこさんたらのおんぷねぎとろさんぎのたこさんたこさんみずやさゆるぶんぶうさぎさんでいんぼむしゃらすかいさんぎのだるまだるま <laughs> えー、おるうさんはあとしろのくまさんぎのだるまえおさかのおばちゃんさんでいんぼえーおるうさんはあとはあとはあと スカルさんギのだる、ま、ギーのダルマ、トッテウサギさん、ギのダルマ、ピンクのパンダさん、コ <laughs>、えー、ウイ、ネギネギさん、ダルマ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 、えオルーさん、シロサネギネギさん、ダルマ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 、ハートハート、ムキムキマッチワンワンさん、ギのタコさん、ネギトルさん、ギのダルマダルマ、ネギネギさん、ハート、ピピピさんトランのオープン、ネギネギさん、ハートハートハート、ムキムキマッチワンちゃんさん、えー、のタコさん、ネギネギさん、ハートハート、マルターさん、ダルマ、 えー、これは何だろうねダンスを踊っている鳥さん銀色のタコさんルルン猫さんお花、えー、デビルさんタラ <laughs> の音符シルルルンさん銀色のだるまだるまエゴさんハートハトゴンさんタラの音符シルルルンさん銀色のだるまダンシング踊ってる鳥さん <laughs> 銀色のタコさん。えー、ハタゴンサンタラの音符チゴネコさん。パチパチハタ,タ,タンたゴンサンタラ <iro> の音符シルルルンサンタラの豚の豚の音符ハタゴンサンタラの音符シルルンサンタラの豚の豚の音符ハタゴンサンタラの豚の豚の音符ハタゴンサンタラの豚の音符チアノゴさん。銀色のダレマー。ハタゴンサンタラの豚の音符シルルルルンサンタラの豚の音符トヨシギさん,ん。銀色の,の,の,のハート。えピースさん、ハートハート。シルルルルルンサン、銀色のダレマ。メロンクリームソダクマさん、結婚して。 え〜フフシルルルルさんタラの音符ブブググ,グさんハートピンクのパンダ <laughs> ピンクのパンダさんラブレターブブググさんハートハートハートピーさんハート白のクマさんハートえ〜ブブググさんハートピピペピペさんタラの音符これは何ですか な何かなん,か,なんか,かぶってる鳥さんたらんの音符 <laughs> エゴさんたらんの音符ピ,ピピピさんたらんの音符ルルネ猫さんハートシャンシャンさんえパンダじゃなくてサイリウムシャンシャンさん <laughs> 銀色のハートもー <laughs> 白のホニホニさんハートハートブブググブブブググさんハートサイリウムシャンシャンさん銀色のハート白のホニホニさんハートナッキーさんハート ええー、サイリウムシャンシャンさん、銀のだダルマダルマピピピ,ピさん、たラのおぶと、とよサぎさん、銀のだダルマありがとうございます。えー、そしてガロウさん、タワーじゃなくて、中坂城がたったわ城、たったわ城、タワーが日本、ありがとうございます。<laughs> 他にもギフト投げてくださったたくさんの皆さん、本当にありがとうございます。皆さんのおかげで、なんと、このシルバーウィークポイントなんのやつがまた達成したみたいで、北海道になれるらしい、<laughs> 北海道にはなれないんですけど、 北海道ギフトがもらえるらしいので本当にありがとうございますピンクのペンギンになりきれなかったやつですありょうがピンクのペンギンになれなかったやつさんねオッケーということでありがとうございますそれでは続きましてランキングを読ませていただきたいと思います今日の中身73位はデケデケデけテん。 ええー、私は北海道になれなかったけど、北海道にお住まいの。うん、ふん、ふん、さんです。キラキラ星のアバッターの、ありがとうございます。イエーイ。イでは、続きまして、二十から読みます。いきます。いきます。 せーのツインテールの女の子さんカッカクロボットさん丸々と太ってる豚さんネギネギさん中坂パジャマさんいちごさんサイリウムシャンシャンさんありがとうございますーありがとうーイエーイありがとう北海道犬になれましただって北海道犬ワンワン <laughs> ということで20位から10位の皆さんありがとうございますパチパチ。

ピンクのパンダ <laughs> 9位さあ <laughs> ありがとうございます皆さんハットコンさんと一緒にうどん食べに行く行くよー8位さあ <laughs> ありがとうございますしゃ,ーしゃ、えー、7位さあ <laughs> ありがとうございますやっほー

ええー、二、三 <laughs> あ,ありがとうございます。ネギトロヘヨマチ。ま、ーそして今日の一位は <laughs> どこどこどどこどこどどこ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 ど,こどんて <laughs> ん三です。イーイせーの、ガロさんありがとうございます。ガロさんガロさん、ありがとう。忙しいけど頑張ってねだってありがとうございます。そしてね、中坂城二本も建設ありがとうございます。二頭。 2二二条ありがとうございます。ということで今日の盛り上がりは。 5939盛り上がりでした。ありがとうございます。ということで、今日もたくさんの皆さん見に来てくださりありがとうございました。コメントをしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったら、メールブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターと Instagram のフォロー、アメブロのチェック、よろしくお願いいたします。明日も楽しい一日にしますので、まずは朝7時半からショールームに遊びに来てくれると嬉しいです。えー、トヨタスタジアムチケットがなくても楽しめるので、

<laughs> ありがとうございましたバイバーイ <laughs> おやすみなさい